そう、結構コメント見てたんだけどね、もうコメントしてくださってる方が結構全部ソース辛いソース入れて食べてみてって言われたから、まあ今度撮る時はそうしようかなって思ってます。そう、サブちゃんって感じにしてみた。ちょっとね、いつもの普通のナルタオチャンネルとは、まあちょっとよりかはちょっと肩の力を抜いた感じの、ナルタオチャンネルもね楽しんでるんだけどね。この期間何があったかな。この期間は結構、あ、タッポッキー私も大好き。あ、そう、昨日オルガン坂生徒会がありましたね。そう、オルガン坂生徒会、ゆきちゃんとみずみんとゆいゆいと私の4人での出演だったんですけど、そう、レアなメンバーだよね。 ねえ、ゆきちゃんとは全あのコンサートのユニットぶり、ユニットでね歌割りが一緒だったんですよ。そうだから、そうユニットぶりだったし、みずみんはなんか、そうなんか憧れの先輩にね選んでくれて、でそれで私も可愛いなって思ってたからすごい嬉しくて、そうで一緒にオルガン坂出たいなーみたいな、お互いがなんかそれぞれで言ってたんだけど、そうやっと出れてね、そうすごい嬉しかった。そう、それで楽屋とかで話してたんだけど、ゆきちゃんとみずみんで大丸東京店さんに行ってたじゃないですか。でその写真でね、そのサインにハート向けてる写真とか、ファンしてきましたって、そう写真見せてくれてめっちゃ可愛かった。 嬉しかったしね。あ、ケイコン、そうだそうだ、ケイコンもそうです。結構もあるね。古谷さん、お疲れ様です。あ、75コメントしましたって、ありがとうございます。ねえ。で、あとなんだろうな。あと、ピッペ歴版の展示を見に行きました、今日。今日が最終日だったんですよ。20時までだからもう終わっちゃったんだけど。そう。最終日で、でなるはちょうど旭川行ってるじゃん。そうで私だな、私しか行けないなと思って、行こうと思って せっかくアンバサダーできたんだし、そう最後の締めくくりとして行ってきました。そう、結構ね短い期間だったから来れない方とかたくさんいたと思うんですけど、そうでも昨日のオルガン坂見に来てくれた方とかは結構行ってくださった方が多いみたいで、そう昨日のオルガン坂でね、みんながねピップエレキ版の商品を持ってね 行ってきたよーって感じでアピールしてくれてて、そうそう、まあね遠方の方とか難しいと思うんだけど、そう言ってくれた方もいたみたいで、ありがとうございます。嬉しい。書いた？ありがとう。ね、観覧、そう、昨日オルガン坂めちゃめちゃたくさんの方が来てくれてね、すごい嬉しかった。すごい嬉しかったな。なかなかさ、ああいうさ、リアルイベントって言ったらいいの？なんか実際会えるイベントって少ないからさ、今。まあ増えてはいるけど。そう、だからすごい楽しみ。楽しみっていうか楽しかった。しかったです。今日はね、私は完全オフで、
そうだから午前中行ったりとか、なんかぼーっとしたかったんだけど、意外とあれやらなきゃなーって思うこととか意外とあって、ぼーっとできなかったけど、まあまあまあゆっくりできてます。ね、めっちゃだって朝何これすごい めっちゃドクロ飛んできたんだけど笑っちゃった今 すごい。今日はね、そうだからめちゃめちゃゆっくりしてました。本当にオフだった、完全。やった。そうだから今日朝、それこそ夜上がった動画、タオのサブちゃん仕上げて提出して、でまあいろいろもろもろ準備してって感じで そう、今日はすごい朝からね、昨日夜早めに寝て、そう早寝早起きした 朝ね8時前ぐらいに起きて、そっからいろいろしてたから、そうなんかね、12時ぐらいに結構もうね、ほぼほぼ終わらせてた。でその後料理作ってもさ、3時ぐらいなわけで、その後なんかちょっと気になるアニメ、まず「スパイファミリー」ね、3週間くらい溜まってたから、3話全部一気に見て、であとなんか更新されてた映画見て消してた あと本も読み終わったんですよ。なんかずっと読んでた、なんか美味しい、ご飯が美味しくなりますように、美味しく食べられますようにだっけ、なんか今読んでた食べ物の、まあ、考え方を通してなんか人間関係とかを探る、ちょっとなんか面白いね本があってね、そう、それを読んでたんだけど、ずっとそれを読み終わりました。なんか終わり方がさ、急すぎてさ、なんかでもちょっとホラーなんだよね、ちょっと怖い感じ。でも表紙にも書いてあって、それはなんかゾワゾワする結末って言ったらいいのか分かんないけど、あ、美味しいご飯が食べられますようにか、ありがとう、そう。そうそうそう、なんかねゾワゾワする感じのやつ、でもね面白いな、なんか文章が面白かった。なんか普通に書いたら ストレートに書いたらこうだけど、なんかちょっと意味合いを持たせて書く文章が多くてめっちゃ面白い。普通にさ、なんか物を置くだったら物を置くだけでいいものを、そう、なんか書き方、表現の仕方が面白かったよ、すごい 最後もすごいね、急に、めっちゃ日常系の小説でした。日常系、同僚とかなんか仕事をしてる人とかはなんか、あ、こういう人確かにいるよなみたいな感じの日常系の小説なんだけど、で多分日常的にもみんなそれなりに多分そういうことを感じながら過ごしてるんだろうけど、そう、でもそれをちょっとホラーっぽく描いてる感じなんで、そう、芥川賞取ってるんですよ。そう、芥川賞取ってて、で芥川賞取ってるから面白いかなと思って読んでみた。そう、面白いからおすすめ。課題やりながら、課題やりな。なんか眼精疲労ってあるじゃん、すごい 急に眼精疲労の話なんだけど そう、まあなんかスマホずっと見るわけ、まあ、アイドルだったら職業病なのかもしれないけど、そう、あと大学でもやっぱパソコン作業とかもあるじゃん、あと編集もあるじゃん、でもうずっとさ、もう携帯とかさいじるからさ、
眼精疲労がすごくて 眼精疲労すごくて、だからなんかスマホ見る時間をまず減らそうと思って、それで最近よりなんか本を読むようになった。なんか前から本は好きだったんだけど、そう、やっぱ自分の体を大切にしないとなと思って。だからみんなも携帯ばっか見ず、なんか活字を見るようにしよう、もう ね、でも本ってかさばるから、なんか本当に人によるんだと思うんだけど、私も荷物が少しの時だけ本持ってく。あとスマホもね、ブルーライトカットしてるの。なんかそう、ブルーライトカットできる設定があるらしくて、それをやってるんだけど、やっぱね、なんか疲れるよね、いろいろね。ちょっとやっぱ携帯見ること多いからさ、なんかメール打ったり、 SNS も携帯じゃん、携帯じゃんって 携帯じゃんね。あとダンスの振り確認とかも全部携帯だし、連絡も全部携帯やから、そう、ブルーライトカットしててもね、やっぱね。ザゼロさん、猫ちゃんタワーありがとうございます。にゃん。そう、お風呂の中でもスマホ見ちゃうじゃん やめろって感じなんだけどね。そう、だから本当に電車の時間とかは、だからあんま携帯見ずにポケーってしてるようにしてる か本読んだりとかね。そう、気をつけてるけどって感じ。なんかやっぱそうにもいかないなって時とかはやっぱあるけどさ いや、休みの日ほんとノースマホデーにしたいけど、そんなんも無理だった。今日もなんかスマホをいじらず生活したいなと思ってたけど、結果やっぱいじるんだよね。だから無理でした 休みって言ってもなんか確認することとかやっぱあるからさ、それってなんか連絡来た時とかやっぱスマホ見なきゃいけないから無理だったんだよね。もう開き直っちゃう、これに関してはもう。無理無理 無理無理無理。だから最近ずっとマグネループつけてる マグネループずっとつけてます。ねえ、まあそんな感じで。あと話せること何があるかな。あと待って、見てみよう、何があったか。つぶやいてるよね、なんか私。あ、そうだ、ピッパやレキバンさんの、そうだ、懲りないコレクションもあったね。懲りないコレクションもあったね。懲りないコレクションはね、あれ、私が着てた服めちゃめちゃ軽くてあったかくて、なんかステージ上にいるんだけどさ、なんか寝巻きのまんま来ちゃったみたいな感覚で、すっごいリラックスできたんですよね。グレームープいい感じだよ、あったかいし。そう、あれ本当にね、布団、まあなんか本当に布団の生地って言われると、なんか、あ、でも布団の生地か、あれ布団の生地、布団の生地 ほんと寝巻きのまんま出ちゃったって感じ ほんとそんな感覚なんですよね。薬局に売ってん、あ、ピッペレ基板わかんないな。でもまあ売ってるのかな。ねえ、パッと見綿あめの妖精って いや、ちゃうよちゃうよ、めっちゃあったかかったよ。まあ下にはちょっと、まあ着てたけど、全然下着なくてもあのまんまでも全然着れる 感じよね。いや、あれ本当にね、よかった。なんか家に欲しい、あれ。布団ってさ、あと布団はだけちゃうじゃん、はだけて結果風邪ひくやん、人によっては。
なんかそうなる人とかぴったりなんだろうなって いくら動いてもさ、もう体にくっついてるわけだから脱げないし、めっちゃよかった。いや、あのまま寝ちゃえる、本当に。え、だから着てて本当に眠くなっちゃうから、記者会見中本当に大変だったの。なんかやばいなって、なんか気持ちのスイッチが入んないままなのよ、本当に。もうあの服着てるとね、リラックスできすぎちゃって、すごい一気にこんばんはってきた。こんばんは、こんばんは、こんばんは。本当に危なかった。そう、すごい力あるなって本当に思ったね。あ、でね、デザイナーさんがね、韓国の人でね、あの、おんまって言ってて、お母さんも見に来ていらしてて、そう、あの韓国語の授業で習った精一杯の韓国の方ですかっていう、本当はね、なんか韓国文にせよ、韓国文にせよみたいな言うんだけど、そう、方ですかって言わずに、私韓国の人ですかみたいな感じで聞いちゃって、そう、ハングサラミだよって聞いちゃって、なんか、あー、 やらかしたなーと思いながら、でもなんか喜んでくださってよかった。そう、びっくり。多分留学生の方かな。そう、ピッペ歴番のね、そう、お店の方って言ったらいいんだろうか。そう、すごいね、親切でね、優しいよね。ね、すごく優しいです。あ、今日誕生日の方だ。おめでとうございます。ハッピーバースデー。あ、原宿のカフェね、サイン書いてないです。いつか書けたら。ねえ、そう、そのコレクションは、あ、今日までやってたあの展示会はファンの方も見れたんだけど、その私たちが着てる時は、そう、記者の方しか見れなかったので残念。あ、あれだよ、成人式、私っていうか AKBの成人式してるところと同じところでね、びっくりした。そう、成人式したところとね、同じところだったんですよ。だから楽屋とかも、あのメンバーみんなで使ってたところを2人で使ったりしちゃってそう、なんかこんなに広いんだねみたいないや、もうなんか10人ぐらいで使ってたじゃん、使ってたんですよ楽屋を。だから2人だけだとこんなに広く感じるんだねっていうすごいVIPでした。すごいVIPな気分でした。そうそう、うん、違うよ、ピップさんと。そう、違う、そんなことしちゃダメだよ、みんな、ダメ、違う違う。あ、ご飯はね、食べました。煮物と、あと茶碗蒸しと、あ、そう、いろいろ作ったんだよ。結果言ってなかった。そう、インスタグラムのストーリーで煮物してる動画を載せたと思うんですけど、他にもいろいろ、なんか冷蔵庫の中にあるものがね、ちょっと腐っちゃいそうで怖くて、何かしらの形にしようと思って、とりあえずだからいろいろあったので、そのあるものでいろいろ作ってみたんですよね。
茶碗蒸し、茶碗蒸しが本当に成功したの。めっちゃ美味しくて、その成功した理由がすだちを使ったんですね。すだちがあって、なんか2つすだちがあって、で、すだちなんて料理したことないと思って、すごい悩んでたんだけど、そうだけど、すだち使ったら酢の物も美味しいじゃん。だし茶碗蒸しも美味しいんじゃないかと思って、でまずその2つに使ったんですよ。でその次に、そしたらなんか、まあ案の定その2つとも風味がめっちゃ良くて、すごい大成功したんだけど、多分山口の、武道館の時に山口からおばあちゃんとか来てくれてたんですね。だから多分おばあちゃんが置いてってくれて、だからおばあちゃんがその栗の渋皮煮とか作って置いて帰ってくれたりしてたんだけど、そうすだちどうしようと思ったけど、なんかおばあちゃんたちが作ってたなみたいな、おばあちゃんが実家、家に、山口県の家にいる時に作ってくれたものを頑張って考えてなんか実践してみたんだけど、いや本当に香りが良くて大成功したのが、まあ茶碗蒸しと酢の物がいい感じにできました。あと煮物にすだちを入れたんですけど、なんかすだちをさ絞ったり皮をちょっと削ったりした本体もったいなくて、で煮物に入れちゃえと思って入れちゃったんだけど、なんか煮物はね、ピーマンにはすごい染み込んでたんだけど、なんか鶏とかにちゃんと染み込まなくて、入れた意味みたいになっちゃった なっちゃったんで、まあ入れた意味、まあまあ美味しかったからいいけどみたいな感じでした。ゆうちゃん育ちましたねってうまく言うね。はい、でもいい感じにできたかな。じゃあ今日作ったのが煮物と酢の物と、あと茶碗蒸しと、あとね、何作ったっけ、あとキャベツの千切りでね、私の好きな YouTuber さんがよく作ってる、あれなんて言うんだっけ、そうね、千切りキャベツをまず炒めるじゃん。で輪っかを作って真ん中に卵を落とす、なんだっけあれ、なんか鳥の巣みたいなやつ 鳥の巣みたいなやつを、そう私の好きな YouTuber さんよく作るので、それをちょっと真似してみたりとかで作ってみたいなことをやってた。いや、もんじゃ焼きじゃないんだよ。どちらかというとお好み焼きみたいな。粉使わない。本当に炒めた千切りキャベツと卵だけなのに塩コショウかけて食べるんだけど、それがすごく美味しくて、いやめっちゃいいやんと思って、また今度しようと思う。でその作ったやつをパン、食パンの上に乗せるとまたおしゃれなんですよ。そうめっちゃかわいいの。あ、巣ごもり卵かな。そう、それ作った。そう、めっちゃ美味しかったです。なんか大成功。美味しかったな。なんかそういうなんか5品ぐらいを作って食べたー。パンは私が一番好きなのは、何選びきれない、塩パンが好きかな、なんか総じて いろいろ食べてみて、やっぱ塩パンっていいなって思うから、塩パンがいいな。塩パンがいいんだけど、まあまあ食パン、食パンも残ってるわけだから、食パンにまあのせて食べようかなとか、明日の朝また作ろうかなとか思ってます。で、茶碗蒸しが2つ作ったから、1つ冷凍じゃない、
通に冷蔵庫に入れてるんで、明日の朝食べようかなって思ってる。酢の物もなんか全部食べてなくて、今日は味見しただけで明日の朝用に抜けてる。やっほやっほー。トーストにする。そう、トーストにするよ。ちゃんと焼きます。わ、フレ、あ、そう、卵も余ってるからフレ、でもね、牛乳がなかったの。なんか本当はね、今日その残った卵でプリン作ろうと思ったの。前作ったあの手作りのプリンね。そう、作ろうと思ったんだけど、でも牛乳がなくて牛乳ないやーってなってやめた。ね、つらつらすぎ。うん、え、結構、え、牛乳ってさ、なくない？普通家に。全然私の、あ、山口の家にはあったかもだけど、なんか私普通に生活しててさ、牛乳買うことなくて。え、プリンの硬さね。いや、いい感じにあのできるよ。フライパンに水張ってなんか蒸したらいい感じにできるよ。そう、牛乳飲まないんだよね。だからさ、牛乳毎日あるって。え、東京ある、あ、東京あるんだけど私が買わないだけね。豆乳は一時期やってたけど、今豆乳もないし牛乳もない、水しかないからね、本当にね。で、今私が作り方知りたいのは、あれ作り方知りたい。あのね、家でも作れる美味しい紅茶ミルクティーの作り方が知りたくて、そう、調べようかなって思ってるんだけど、全然調べてない。そう、ミルクティー、あのなんかお店に売ってるようなミルクティーを家でも飲みたくて。そう、なんか茶葉はたくさんあるの、紅茶、普通に紅茶作り終わって、で紅茶に牛乳入れればいいやんって話やん。でもそれだとお店に売ってるミルクティーとは程遠いのね。そう、ゴゴティーの味にはならないじゃん。そう、どうやったらなるんだろうっていう。なんか砂糖入れるとかさ、蜂蜜入れるとかあるのかなっていう。あ、使うミルクがまず違うのそう、アッサム、アッサム、もうその場合牛乳は買います。あ、に煮るの？ミルクティー作るとき煮るんだ。そう、ゴゴティーをね再現したいっていう願望が最近あるんだけど、うん、でもね、なかなか誰に聞けばいいのかわからんのです。うん、だから今の一番の悩みって言われたら、家でミルクティーが作れない悩みにしようかな。実験するしか、いろいろ。そう、お店の味とか再現したいってある。なんかあそこのあれ美味しいから、あれみたいなやつ作りたいとかね、あるあるある。うん、私はゴゴティーが一番好き。あ、でもね、リプトンもね捨てがたい。リプトンのたまに出てる、出てこない名前が、あれ、紅茶の名前さあるじゃん、いろいろ。アールグレイのさ、ミルクティー、リプトンがたまに出すやつ。そう、あれが大好きね。ゴゴティーしか勝たん。いや、リプトンのなんか絶対出るわけじゃないんだけど、なんかたまに季節限定とかで出るアールグレイの
アルグレイのミルクティーが香りが良くて美味しいんです。おすすめ。そう、でもタピオカ屋さんで一番ミルクティーが好きだったのはジアレイ。これ共感するしてくれる人いるのかな。タピオカだったら、まあタピオカの味で判断するよね、みんな。なんか紅茶がもう圧倒的ジアレイが強すぎて、ジアレイが大好き 今でもよくタピオカ抜きでジアレイに買いに行く そう、鹿のやつね、分かってくれるのすごく嬉しいな。あ、リミスタ申し込んだよって、待ってます。リミスタお待ちしてます。楽しみ。いや、タピオカもでも弾力とかいろいろあったよ。あそこはあーとか、あそこは甘いとか、あそこは柔らかいとか。もうタピってないんですよね、タピオカのお店で すごい厄介って思われてたかもしれない。この人来るたび来るたびタピオカ抜いてくんじゃん、タピオカ屋でみたいな 思われてそう。やだ。あ、確かにタピオカのお店見かけない。こことかとか、こことか見るかな。なんかタピオカの次ってさ、バナナジュースが来るんじゃなかったっけとか、なんか言われてたよね。レモンスカッシュが来るとか、レモンスカッシュとバナナジュース両方あったよね どっちが流行るかみたいな感じのやつで、次こっちが流行るみたいな言われてなかった。あ、レモネードか、レモンスカッシュじゃないか レモネードだった。レモネードか、なんかレモネードが入るって言ってる人とバナナジュースが入るって言ってる人が2人、なんか2通りいて、どっちなんやろうみたいな。もうバナナスカッシュ多い。あったけどね、あれどこ行ったんだろうってなってる。そう、私そう流行りとかでもパンも好きなんだよ。パンも好きで、いまだにやっぱ追ってます、ちゃんと。そう、ポケモンもマジでやらないと、なんかもう使命感 ポケモンもやらないとみたいな。でもポケモン GO ね、今日も開いた。ポケモン GO 毎日開いてる。やばいよね。おった。あ、ササメイクさんいる。そう、スプラトゥーンはね、なんか私多分集めるのが好きなんです、ポケモンを。ポケモン可愛いじゃん、いろいろいて。そう、それをね、どんどんゲットしていくのが好きだから。そう、だからおりんちゃんがポケモンの番組出てるの羨ましい。すごく羨ましいです。スカーレットとバイオレット買いたいけど、けどその前に変えてないわけ、私2作連続変え、あれから買ってないよ。アルセウスから買ってなくて、私アルセウスから買ってないからさ、なんか追いついてないわけ。アルセウスも攻略できてないし、その前のなんだっけ、なんかね、もう攻略できてないの。今やってるやつも攻略できてない。アルセウスの前なんだっけ、アルセウスの前のやつも攻略できてない。ブラック&ホワイトだっけ？あれ？ブラック&ホワイトだっけ？あ、ダイヤモンドパールだ。ダイヤモンドパールも攻略できてないのね。だから、
ダイパダイパダイパがで攻略できてないの。だから次に進んでいいのかっていう葛藤がすごい 結構進めたんだけどね、頑張ってるんだけど、だってバッジね6個ぐらい手に入れてる、あと4つプラス四天王とかいるでしょ。だからそう結構進んではいるんだけど、やばい。ソーダ&シールドはね、ちゃんとやりました。両方しかもクリアした、ちゃんと両方クリアしたの。いや、ポケモンもどんどん進んでいくからさ、もう追いつかない追いつかない やばいやばいって感じ。だってアルセウスがもう桁違いに面白そうじゃん。もうあれはポケモン界の革命だね。ダイヤモンドパールね、だってうずうずしちゃう。その前のダイヤモンドパールの前のなんだっけ、あ、そう、ソーダ&シールドがね、もう進んでるやつで、ダイヤモンドパールがリメイクバージョンじゃないですか。で、ソーダ&シールドはまあ現代バージョンなわけよ。で、走る時とか、なんか移動の時がね、すっごいスムーズなの、やっぱ最新の方が。でもリメイク版だと昔のゲームだから、すごい進みがね遅いの 一コマずつ進む。なんかしかもちゃんと右、なんかカクカクしか、その動きのね 動きの制限がすごいから、もうなんかやってて「うん」ってなるわけ 最新バージョンならもっとスムーズでいけるのに、斜めもいけるのにみたいな、全然進まないみたいななっちゃうからさ、それでなんか「うん」ってずっとなってる。あとポケモンも見えないの、ダイヤモンドパールはリメイクバージョンだから。最新のやつはなんかあそこにあのポケモンがいるって大体わかるんですよ。でもわかんないの わかんないから、できるだけ草むらに入りたくないみたいな。でも草むら通らないといけない時とか、すっごいモヤモヤする とか、進んでったらあったんだけど、モヤモヤがあって何も見えない状態の中で草むらがある場合があるのね。その場合が本当に一番厄介で、道も分かんないし草むらだらけだし、モヤモヤって何にも見えないから、もう暗闇の中進んでるみたいな状態で、もう厄介でした。すごくポケモンも見えないし、だからなんか最新の方がまあモヤモヤというかね、そういうのはなくなるなーって、やっぱ改善されてるんだなポケモンもと思いながらやってた 共感してもらえるんかな、これ。モヤモヤって霧？霧じゃない。心のモヤモヤ。心の霧？いやー、そう、めっちゃ、しかもめっちゃ出てくるポケモンいるじゃん。なんか、さっきも出会ったよねみたいな。10分間ずーっとそのポケモンしか会わないとか。そう、最初は嬉しいけどさ、最初は可愛いとか言うじゃん。けどだんだんその出てこられすぎたら、逆になんか「もういいもういいもういいよ、もうあなたと出会いたくないよ」ってなっちゃうの。だから嫌いになりたくないから、できるだけ草むらに入らんとこうってすごく思います。そうってすごく思う。そう、出てくるポケモン決まっちゃってるからさ、そのポケモン嫌いになりたくないの私は。だからむやみに草むらに入らないように気をつけようと思って。そう、ビートルとか すごい めっちゃポケモンの話だけど、いや、スプレー最初ないやん、最初ないじゃん。確かにスプレーあとなんかすぐ切れるからさ、なんかつけてもなーとか思っちゃうんだよね っていう話です。伝わらない方は伝わらないと思うので、ちょっと終わります、これで。はい。何しよっかなー。
ね、めっちゃローカルやと話題が ローカルすぎて分かんない人分かんないと思う何やろうかな。あー、ナルト分かる。20周年、私ナルトのあの木の葉の里行きたいの今。でもさ、木の葉の里東京にないのだから行けない行けない、休みがないといけない。今日休みだったけど行けないんだよな。あ、そうだ、ネオンキッズが発表されましたね。そう、私はちょっとそう学業優先ということでちょっと今回は出ないんですけど、けどそう、ネオンキッズの新作がさ、もう早くないですか。ネオンキッズの新作楽しみだよね。なんか私もあのタイミング合えば見に行きたいなってすごく思ってるし、仲井優奈とか、そう、あやねちゃんとかりんちゃんが出るからすごい楽しみ。あ、でそう、ネオンキッズの上映会が11月にあるんで、そう、皆さん見ましょうね一緒にでも私恥ずかしいな、恥ずかしい、恥ずかしいけど、みんなと一緒に思い出話できたら。あ、あやねちゃんが私の役なん？なんか書く順番的にゆうなが私の役なんかなって思ってた。ねえ、なんか自分の演じてるところ見るのめっちゃ恥ずかしい。うん、そう、私も見に行きたいなって思ってるから、そう、行けたら行きたいよね。ネオンキッズ思い出だよ。え他に何がうん、全然ネオンキッズみんなに見てほしい、新しいやつ。そう、私も楽しみだし、結構さ出演者の方がさ入れ替わりしてるじゃん、だから楽しみ。ね、どんな感じなんだろう、わかんないよね。だね、ネオンキッズ楽しみだね、楽しみ楽しみ。あれだってネオンキッズ期間でほんとりんちゃんとおだいりと仲良くなれた気がするし、なんか丸尾さんともより距離が縮まった気がする。ね、他に何かあったかな、この期間。あ、そう、歌番組とかたくさんありました。そう、歌番組たくさんあったんだよね。そのためになんかみんな見てくれてありがとうございます。ミューカラの時間だよって、ありがとう。でももうちょっと今日話そうかな。うん、そう、歌コンもあるよ楽しみだね。ね、だってあと発売まで2日3日すぐだよ、かなり早いね。まああと近々だとそうだ、ドボンライブもあるしね、盛りだくさんだね。練習はまだ始まってない。あ、でも今日やってるメンバーもいたのかなって感じ。でも続々と始まります。今回もどんな感じになってるのか、ワクワク。練習これからだから本当に楽しみです。あ、お代理レッスンだったの？あ、私はね今日レッスンじゃなかった。さあ、何のレッスンだったかな？私は知ってるけど
あ、そうだね、お話かも CD 届くね。あ、今日ゆうゆうと小田ちゃんがレッスンだったとかで、お、何のレッスンかな。 私もね、ずっと歌いたかった歌とか歌っちゃったりしちゃったりして、しちゃったりしちゃって、しちゃったりしちゃって、曲とか言えないのが残念だよ。 最初の曲も言いません。ダメだよ。 ダメだよ、それ歌っちゃダメだよ。あ、ニューパーカー着てドボンライブ行くね、待ってます。待ってるよ。あ、うちは待ってるよ、ありがとう。なんかさ、遡るって言ったけどさ、結果なんかね、武道館の話、あ、チーム A と休止発表してから初のだね、初の個人のショールームだ。そうだ、なんかそっから全然してなかったもんね、私ね。みんなも忘れてたでしょ。で、私もなんか、あ、そういえばって。でもそう、ナルタオチャンネルで喋ってるからさ、そうそうそうね、あ、なるちゃんがタオサブについてつぶやきました、わらって。なんかわら、面白いことつぶやいてんの。 なんだろう、ねえ、私もめっちゃ泣いた、めっちゃ泣いたよ。事前に聞いて泣いて、ステージ上でもっと泣いた。 びっくりするぐらい、私こんな泣ける、私ってこんなに泣けたんだって不思議になるぐらいね。まあまあまあ、もらい泣きしちゃった。実感がないままもう当日まで行くのかなーっていう、その休止日まで行くのかなーって感じはすごくしてるんだけどね。なんか若干しないんだよね。そう、なんかイベントとかもさあるしさ、今日も多分旭川メンバーはやってるけどさ、今日とかそうイベントあったり、なんかメンバーとは普通に仲いいから、そう、それで普通に話してるから実感湧かないけど、休止日になったらまた改めてなんかね、感じるのかなーって感じよね。どうもどうも。ねえ、大好き。 大好き。まあね、イベントは確かに一時期に比べたら、まあコロナの状況もあってなかなかなんですけどね。まあまあまあ、そう、でも、あ、まあ武道館の話をしますと、このまま、ナルタオで喋ってるんだよな。そう、ナルタオで結構喋ってるからあれなんだけど、そうねえ、だって結構喋ったもん。 ナルタオでね、結構喋ったからあれなんだけど、まあでも楽しい時間だったからね。 めっちゃさらっとみたいな感じになっちゃったけど。 おっきいミスしたかな、大きいミスか。
大きいミスはしてないかも。なんか若干あみたいな感じかな。でもそれもなんか本当今となってはなんかあれどこ間違ったっけっていうなんかあってやつかな。そう出番多かったのでなんか本当に嬉しかったんですけど、まあね、そうやっぱ、でもみんなで出れるところもやっぱ増えたじゃないですか。だからそういうところはすごく嬉しかったなって思いながら、私結構あの16番手とか15番手が多かったので、あの横にいるメンバーと近いことが多かったんですよ。だからなんかみんなでやってる感をすごく感じながらできて楽しかった。ね、ゆりなの部屋が面白かった。いやあれね、あのそう真ん中にツッコミ役としていてくださいって言ってそう出演してくれることになってね、そうすごい心強かったです真ん中に感謝、仕切ってくれたてんてんにも感謝だし、うん、え、まなか、まあでもなんかね、まなかはしっかりしてるところしっかりしてるからね、なんかまなかいてくれたらなんか大丈夫って思っちゃう。私はなんか安心できるメンバー。あ、私ね初じゃなくて2回目だったんですよ。なんか AKB あのアコフェス、そうっていう、そうなの、和田アキ子さん、和田フェスだアコフェスって、そうあの和田フェスっていう和田アキ子さんのあのフェスで AKB として出演した時に一回立ってるんですよ。そうあったよね、その時ともちんさんとか、そうともみさんとかと共演できてすごい嬉しかったんですよね。顔ちっちゃかった、すごい顔ちっちゃかったし細かった、うん、あもちろんあの心強いメンバーはたくさんいますよ。なんかアニメでさ、え、なんなら今実写版のさドラマやってるけどさ、推しが武道館行ったらだっけ死ぬだっけ、そうでもなんかそういうのあるじゃん、そう漫画とかもあるし、そう漫画若干読んだけど、そう漫画もあるしアニメもやってるしドラマもやってるじゃん今実写版の、そうだからなんか私も武道館建てること本当にすごいんだなと思いながらやってた。え、そう、そうなの。なんか推しが武道館行ったら死ぬのを漫画読んだんだけど、めっちゃリアルなの。なんか本当に、え、本当にあるわって思う。なんか電車で出会うとか、その、いい席を取るために日中から並んで待つとか、そのライブの始まる前ね。そう。めっちゃ前から座って待ってるとか。で、その間、その仲間がいたら、まあ、なんか交代でできるとか。そう、そういうやつなんだけど本当に面白いので、あ、本当にファンの方もこうなのかなって、やっぱそういうところを見てるわけじゃないから分からないけど、なんかリアルだなって、なんかその後メンバーのさ感じも、なんでなんかアイドルの衣装とかもなんか新衣装でやりますみたいな感じで発表されて、で自分の推しメンだけあれっていう衣装だったりとか、なんかね、なんか AKB はみんな衣装可愛いから、
あまりそういうことないけど、確かに自分だけなんかリボンが少ないとか、なんかそういう若干のやつとかをやっぱり、そういうリアルなところ すごいなんかリアルなところまで描かれてて、めっちゃ面白い。え、リボンない？ゆきりんさん、どういうこと？あ、そう、サーモンピンク そう なんかピンクじゃなくてサーモンピンクみたいな。で、なぜかみんななんか可愛いものを基調とした衣装なのに、一人だけなんかサケをイメージした衣装とか、なんかね。あ、セクシー選抜で言うのだけ 言うのだけ黒の要素なかったよね で、私も横から見てて、あれ？って思った ねえ。っていうやつね。推し萌えもも読んだ読んだ。あれもね、かなりね。でも私あれ読んでたらなんか同じ気持ちになっちゃって、なんかこれ危険だと思って、なんかちょびちょび読んで読み終わったかな。私すごい本読んでるとね、それに引っ張られちゃうの。だからすごいね、引っ張られちゃうので気をつけてる。だからなんか元気もらえる本を基本として読んでる ねそう、で私もね、実は一つそれを言うと、でもちょっと嬉しいんだけど、嬉しかっちょっと嬉しくもありな話なんですけど、あの武道館3日目の、あの金の銀ギラ銀で、あの髪の毛のあの羽がついた衣装あったじゃないですか。あの衣装をみんなね、選抜メンバーは背中腰に大きなリボンがついてるんですよ、みんな16人ね。そう、ゴージャスなやつ、超豪華なやつ。そうそうそう、あの最初のオープニングの衣装、そうで私小島春菜さんの衣装だったんですけど、そう一人だけリボンがなくてね、私ギリギリにつくのかなって思ってたの ギリギリに、まあ、つけるのかなとか、そんな感じで思ってたんですよ。そう3日目の衣装かな。そう、そしたらまさかの、そう、なんか小島春菜さんだけそのコンサートに出てなかったみたいな、その選抜、もともとのその多分リボンをつける前の状態で、そうコンサートに多分出てなくて、でそのみんなはそのコンサートに出てたからリボンつけてるけどみたいな、そう小島さんはコンサートに出てなかったからリボンつけなかったままなんだよねってことで、そうまさかのリボンなしだったっていう話。めっちゃ裏話 めっちゃ裏話です。そう、ある意味レアだったんですよね。だから一人だけ目立ってたと思う そう、小千春さんの衣装ってことがまず私は嬉しいので、そうだから全然いいんですけどね。でもそういうなんか衣装でもなんか、あ、なるほどって、このコンサート出てなかったからリボンついてなかったんだとか、なんかそういう歴史が一つずつやっぱあるんだなーっていうのはすごく感じた。そう、歴史的背景がまさかの。そう、あと小島春菜さんの衣装は一番お胸が開いてたの、お胸が開い、この胸元が開いてたんで、しっかりガードして やりました。やっぱ小島春菜さんもね、綺麗なのですごく。ちゃんと胸元はガードしたよね、ガッチガチ。なんかメンバーに「なんで白びわ見えてるの？」って言われるけど、でもあの私が一回その白びわを「いや白びわをしまうとね」って見せたら「あ、しまいましょう」って しまいましょうってなった。
鉄壁だよカード。でも小島春菜さんの衣装私直しなくて、だから本当に小島春菜さんに近づけてるのかな。いや恐れ多いけど恐れ多いんだけどって感じです。はい、ではでも小島春菜さんのスタイルは唯一無二なので、そうやっぱ頑張らないとね、スタイルねすごいからね。結構話したからそろそろ、いや憧れ、女の子の憧れ小島春菜さんは本当に。じゃあそろそろ、そうじゃあそろそろね歌を歌おうかな。でも私的今のメンバーで一番小島春菜さんに近いのは仰天ユリナだと思うから、そういやもうそこは私は全然なんで、うん、タワー誰誰ですか？え、誰？今投げたの。カティさんだ。カティさん。タワーありがとうございます。にゃん。ありがとうございます。じゃあなんか歌います。何歌おうかな。何歌おう。公演曲ないよね。多分。いや、前もやった気がする、これ。いやー、ないよね。何歌おっかな。これ歌えるようになったから歌おうかな。じゃあ、武道館で歌った歌。それでは聴いてください。愛のストリッパー。しまうのは微笑みに自信ないから、心を開かずに受け流し背を向ける、始まらなくちゃロマンスも終わらない、臆病者だよ。愛のストリッパー求めありがとうございます。ここまでしか歌えません、はい、でもう一曲歌おうかなっていう感じですね。もう一曲なんか歌おうかな、ね、武道館やっぱあれ、
じゃあそれでは聞いてください。抱きしめちゃいけない。ありがとうございます。ありがとうございます。一番までっていうね。あれあれ、ミラーボールが止まらん。一曲だよね。一曲だよね。実際にあのリクエストアワーで衣装を着れて本当に嬉しかったんですよね。あと飛べないアゲハチョウも MV の衣装を着たんですよ。ネクタイ忘れたけど本当に悲しい。あれすごい悔いね、あの声思い出すね。私あの梅田彩香さんの位置だったんです、あの時。だからなんか2番とかね、振り返った時に梅田彩香さんがいるんですけど、ああ私もこの位置でやってたなーってすごい思い出だった。ステージ上での写真ないんだよね。なんか神子さんいてくれたら撮れたんだけどさ、神子さんいなかったしさ。あ、そう、遠距離ポスターもね、あのね本当に衣装着てやったんですけど、遠距離ポスター好きな曲だったから、あとゆきりんさんの踊り方好きだから、まだ本人の前では言えてないけどそう、ゆきりんさんの踊り方好きで、だからねすごい嬉しかったです。じゃあランキング発表しますね。え、待って、え、うん、なになに、え、待って、なんか、え、え、矢吹奈子さん、ほんとに、え、ほんとに、え、嘘、そ、え、そうだよね、今日コンサート行ってるもんね。え、みんなつぶやいてないか、まだ。言ってる。あね、
組閣発表もしてるのか。あ、組閣発表もあったんだね。なこさんも卒業なん？ HKT48 です。あ、チーム T がなくなった。なんかいろいろ怒ってるよ。嘘。寂しい。寂しいね、ちょっとね。ひーちゃん卒業しないでいてくれて、なんか本当に嬉しいね。こう考えるとアイズワンメンバーもさくらさんも卒業して、なこさんも今卒業発表したから、たわ誰ですか。あ、みなしごはちさん、たわありがとうございます。ありがたわねえ。アイズワンメンバー結構だから、ひーちゃんもね残ってくれてるじゃん。嬉しいね。ひーちゃんありがたや。ね、びっくりだわ。そっか、卒業発表ね。寂しくなるね、また。はい、じゃあランキング発表いきたいと思います。きますね、ランキング発表。登壇してる方からいきます。ホアンさん、10歳おめでとうございます。そして12位が、フィードホービーさん、12位おめでとうございます。そして11位がトッシージャケンさん、11位おめでとうございます。そして10位がリムさん、シビーチュカヨ。そして9位がミホさん、9位おめでとうございます。そして8位がユーユーさん、ユーユーさんおめでとうございます。8位おめでとうございます。そして7位が鈴木和則さん、ささめいくさん、7位おめでとうございます。6位がみつるさん、6位おめでとうございます。そして5位がなんなおさん、5位おめでとうございます。そして4位が科学先生、さめちゅっかえよ。そして3位がザゼロさん、さめちゅっかえよ。そして2位がカティさん、2位おめでとうございます。そして1位がみなしごはちさん、1位おめでとうございます。ブンブン、1位おめでとうございます。ということで、14位から読んでいきますね。テオネオさん、アスランヒデちゃん、ジアリングさん、ピシアさん、プレッシー、ヒデジロさん、チャンマルさん、アテノシンさん、星侍さん、和田さん、ピールケウさん、アルさん、ユートシさん、 PTY さん、クラウドキューティーンさん、マイさん、ピーちゃん、鉄道好きコナンさん、住友さん、もしも鳥だったらさん、たっくん、エイトくん、ガチャさん、ヒロくん、ゴールド888さん、トシさん、モノモノさん、ユウスケさん、ヘギョンニー、ミュウの彼女シリーちゃん、カカアイナさん、アミちゃん、カミオイさん、ホイホイさん、ミッタカさん、私が守るし守ってシモヤンさん、フライトさん、キラリさん、ポクレンバサランさん、コム48さん、フロストさん、ユッタンさん、イケアライさん、ポングポングさん、パランクスさん、ウィンパディさん、ナンナン48さん、クラッシングさん、君のホタルさん、ハスキーさん、ヒヨパンさん、チューシンさん、ヨンアンニ、焼きとうもろこしさん、タッキーさん、体にピースさん、最高のフィナーレをし、ヒテナマさん、XD さん、ムッチョンさん、上を向いて福丸さん、M さん、マホリンさん、加藤 BB さん、チョンツカンヌビシ、ミカさん、なっちゃん、ゆきびかりさん、まゆさん、ひろさん、ぐんちゃん、あおくん、だいすけさん、KYS さん、ねちゃん、たいさん、ありさちゃん、うっしーさん、まなまなさん、みきとさん、なべちゃん、K
ケイスケさん、ミッチーさん、ゼンムさん、ノンさん、ミッチー48さん、ケンシンさん、エイトさん、はい、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあスクショタイムいきますね。いきます。はい、チーズ。じゃあポーズするわ。はい、ありがとうございます。え、ちゃんまるさん、カレーさんかな、そう、神対応で感動したって、ありがとう。うん、はい、今日もすごい楽しかったです、ありがとうございましたもうちょっとお眠です。はい、じゃあ寝たいと思います。来てくれてありがとうございました。じゃあおやすみなさい。チャイジャイオラトリサドカンガン、おやすみなさい。またねまたねー、バイバーイ、おやすみなさい。